起動して死んじゃう。どうしようかな、起動しようかな、やめようかな。おお、早く起動した前よ。助けて、誰か男の人来て。じゃあうちらは助けなくていいな。女の人も助けて。ともちゃんどこにいるの？ちゃんともは海の中で食われております。見つけられるかな、ソーラさんに。中どこの中それ沈んでんじゃないの、もしかして。あの、一人でね、島の鉱石をみんながスムーズにゲームができるように私はやっていたわけですよ。なんで黙るんですか？ちょっとね、トリック見たら黙った。あ、もう水がやばい。あ、水飲まなきゃ、私先に。あ、俺も飲まなきゃ。うん、ちょっと飲んどこ。ちょっと人命かかってるんだけど。まずは自分の人命。岩壁。あ、おもちゃん助け。助けて。ガミちゃん、意志がない。発見したらどうすればいいの？ガミちゃんを運ぶ。いい。あ、持たれた。ガミちゃんを襲ってきた。うわ、そのまんま。あ、グヘ。おらおら。はい、おはようございまーす。助けられたよ。ソーラちゃん。ありがとう、ソーラちゃん。じゃあソーラちゃんには、うん、みんなに内緒で進めていた秘密のアイテムをあげます。これ使って、これこれ、ソラさん来て、こっちこっち、ソラさんよ、んソラさんこっち来て。みんな同じなんだ。はい、空の寝てる。それはコップの上位品、うん、いい連打。あ、すごいいっぱい。そして左クリック連打、満タンになります。本当だ。さあさあさあ、ということで皆さんの分も作っております。まだ2個しかできてない、このここに入ってるの。やったー、使ってみて。あ、ほんとだ、めっちゃ入る。これすごいでしょ。これすげえ。これをちょっと今みんなの分をね、作り腐ってたわけですよ。作り腐ってたわけですよ。作り腐ってたわけですよ。これね、今調べたんだけど、うん、このゲームのほぼ 9割ぐらいはあの、うん、遊び終わりました。まだアーリーアクセスなので。あとはその機械的なものがあって、レシーバーかな。あ、ラジオが聞けたりするやつ。そう、ラジオじゃなくて、あの、うん、島か何か、それが分かったらもうそれが示す方向にのみ行けばいいだけみたいな。そうなんだ。感じです。はい、どうも、こんばんは。わ、こんばんは。わわわわ、トリちゃん入っとるやん。来た。何この人、この人最後までスカイプ繋げなかったら困るかな。どういうこと。鳥ちゃんは今日来れるかどうかわからないっていうから、とりあえずまだスカイプには招待してないんだけど、ゲームに勝手に入ってきた。いいんだけど全然。静かに消えていくと思う。めっちゃ俺を見ている。さあ、このままいつもならスカイプにぶち込むが、ぶち込まなかったらどう出る。さあ、打球戦が始まる。さあ。あ、さあ、赤星は誰だ。ドッキリ企画、いつまで心理戦だぞ、これ。心理戦が始まったぞ。ドッキリ企画。ギスギスなるわ。さあ、俺の視界に無理やりでも入ってくる。しかしスカイプには読まない。大きなハマグリ、いや、食えるんじゃないの。大きなハマグリは取っておいてください。それ大事大事です。なんとね、鳥ちゃんの巣ができるんだって、大きなハマグリで。えい、おお、ちょっと電気的な生活始まりましたよ、これ。おお、すごい。3階にアンテナが。何気にナマズ持ってる。すみました。サメの頭でナマズ抱え。すごい欲張りだな。魚コレクターみたいな。なんだなんだ。サメの餌だって。アイクさんがサメの餌投げたよ、翔さんに。なんだぞ。サメっていう認識だね。噛み砕く。ご飯、ご飯だよ。噛み砕く。怖すぎる。あ、鳥の巣作ってんじゃん。ナイス。どれどれ。ミッション。めっちゃ作ってるけど。クミさんが作ったんだ。いいね。鳥の巣ができると。これからのメイン食料が鳥が産む卵になるらしい。卵だけ。卵は調理できない生卵なんだってさ。
あ、焼けないんすか。焼けないみたいっすね。やばい、目が回ってきた。お腹減ってきて。よいしょ、あれ早く魚釣れろ。よっしゃ、釣れた。カツオ生で食べていく。サーモン焼けたな、今。何、サーモン焼けた。早くそれに寄せ、サーモン。俺のうなぎが、うなぎじゃねえ、ナマズが。うなぎ好きだな、あれ。早く取れ、それ。俺のタレが欲しいんじゃ。はいはいはい、はい、私のうなぎを。うなぎじゃねえ、だからナマズ。うなぎを。ずっと間違えてる。ずっと間違えている。うなぎ食いたいのかね。いや、うなぎは食いたいさね。あ、いいこと考えた。2階の班を出し抜く方法を考えた。突出。どうだ2階班。どうだ。ハイエナがいる。ハイエナ。おい、もう来やがったぞ。たぞこれすぐ来たぞ。おい、サメ、サメ、この突出したところ狙っていけ。サメが2匹いるな。サメが2匹。サメがおるよ。チャミン、そこ壊せないのか、そこ。壊しちゃえよ、そこ先。壊すか。なんだろ、これ。いや、壊したら私もさよならしちゃうもん。さよなら。アンカーを上げる人を上げてください。すいません。上げやーす。はい。近づいている、近づいている、近づいている。アンカー、お願いしまーす。あ、パイナップル。あ、離れてる。なんで？なんで？ヘルプミー！出せよ。ヘルプ！助けて！あ、引っかかった。あの島にいるのは誰？え？俺もう忘れた。あと自分がいます。アイクさん、アイクさんはもう置いてっていいから。なんで風に光合変わったし今。なんで？イカダめっちゃ動いてる。アンカーを下ろすとなんかバックするんだけど、どうして？そうなんだ。でも多少は泳いでいくから大丈夫だよ、近づけてくれれば。木をたくさん取ってね。お、砂あるよ。今全部回収します。全部回収してます。アイクさんが木を切ろうです。砂掘る。ふふふふんふふん。なんでその先言った話題でいつも歌詞が曖昧。自分の歌やん。はい、クミさんいつもアイテムくれるからお土産ビシッ。パイナップル。あれやって、アイハバペンやって、アイハバペン。あれ雑雑すぎる。困ってる。やって忘年会じゃないんだから。ペンっぽいもの持って、ペンっぽいもの、くみさん。ペンっぽい。すげえ無駄無駄。やりやん。砂逃げだ。俺砂どっかに置いといたけど使っちゃったかな、誰か。一個ぐらい拾ってこれんじゃないか、行ってこようか。いや、多分ある。もう全部拾った？本当か？いや、多分。いや、鳥ちゃんの節穴は有名だからな。そんな？節穴でしょ。いつの間に有名やって。節穴だよ。おい、砂いっぱいあるじゃねえかよ。おい。ない。本当節穴じゃねえか。まず見てて。はい。砂1。砂1。砂2。砂2。砂3。節穴。やべえな。全然あるぞ。あ、できましたよ。レシーバーさんも。おう。おうおう。またこれも3階に設置しようかな。うん。あ、ソーラさんが3階の床を作ってくれている。ナイス。私じゃないです。誰だ？バシッ！作った！私は。どこに？ここか。バッテリー、あ、バッテリー置いた！おぉ。つける。おぉ。おぉ。おぉ。アンテナは何個も作っていいんだ。はぁー。接続されていません。どういうこと？これ外すか、アンテナ。アンテナ外した。アンテナどこがいいのかな。アンテナ123。はい、アンテナ作った。まだダメ。受け取る相手に近づきすぎます。えい、これでどう。あ、あ、来た来た。あ、この下のやつに
つながる。あ、そうみたいだね。はあ、ってことはあと2本。あ、そういうことじゃないですかね。そうなんだ。あ、バッテリーがなくなっちゃう。消すわ。あと2本もいる。 あと2個作んなきゃダメなんだ。アンテナ1個作るのにネジとサーキットボードと、あ、アンテナは簡単だ、作るの。ソーラちゃんがガミちゃん岬でアイテム拾ってるやん。うん、そこ漁業権必要だからね。そうなんだ、はい。もう俺のザレ事にはそうなんだしか返してくれません、ソーラさんは最近。もう立派な家になってるな。変わっちまったよ。いいですな。ほんとだ、鳥死家になってる。これだってもう鳥住みつかないんじゃない、屋根作っちゃったら。屋根なんてあるんだこれ。ここにあのちゃんと入れる空間作って。なるほどね。あれ、あ、やばい、鳥ちゃんの家がサメに狙われている。やれ、サメ、やばいやばい、ナイス。 あ、鳥ちゃん卵、あれ多分ほっとけば卵手に入る。あー、ニョスが、ニョス卵、ニョス危ない。いや、危ない。ニョスさんの命は危なかったが、卵は取れなかった。金だけだ。ニョスさんが溺れてバシャ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 近づいてきたから鳥が逃げました。おら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 、よし、ガミちゃん岬だ。もう追いつけまい、これは。ふふふ。いや、斧なかった。やめろやめろ、仲間だろ俺たちは。ちょっと何を言ってるか。壊した。ガミちゃん岬が、ガミちゃん岬が、ガミちゃん離れ小島になっちまったじゃねえか。いや、そういうゲームじゃねえんだって。協力して10回を立てようっていう目標でやってるんで、まあ僕が葉っぱかけてるんですけど。そういう時期もあったけどさ、仲良くしようよ。待って、鳥さんいるから。ソラさん待って、行っちゃダメ、逃げちゃう。ソラさん、ストップ。はい、鳥さんが今、はい、鳥を見守ってます。鳥を見守る会だから、ここ。ソラさん、そうなんだ、はい、鳥が鳥を見守る会です。鳥を見守るサメになってる今。やばい、完全に食われるやつ。いや、食われるやつだな。食物が連鎖するやん、うん、完全に食物連鎖だなこれは。あ、卵生まれた、ありがとう。あ、ほんとだ。しかも結構な数産んでるね。3つ、どうぞ取って。3つの前に食べちゃおう。あ、じゃあ俺1個もらおう。あ、食べるの、卵いただき、ロッキーじゃん。結構回復するね。あ、すげえ、これこれただか。そうなんだ、栄養価高え。なるほど、確かにメインにはなるわ、こんな回復力あったら。すげえな。程よい距離にアンテナを置いた。1個2個3個、これでどうだ。えい、おー、来た。おー、来た。すげえ、来た、レーダーに映った。やばいやばい、バッテリーがなくなるから見たい人はあの見に来た時 E でつけてください。やばいやばいやばい、あれちょっと左流れた。あ、ほんとだ。あ、っていうことはじゃあ高さは合ってるってことか。うん、お、もうちょっ10分くらい行ったらいけんじゃない、これ。5階ができた、5階。お、およ、やるやん。アイクさんと2階、3階、アイクさんと特に協力はせずに。あ、5階、ほんとだ、5階できた。あ、すげえ、すげえ、5階できてる。次6階作ろうぜ、6階、5階建てにしてもさ、静まないのが不思議よね。バシッバシッ、あ、え、バシッ、できた。島への渡り廊下。フォートナイト。フォートナイトだな、これ本当に。この斜め、この斜め。斜め感フォートナイトだね、これね。フォートナイト。メモリ崩すと一気に落ちるぞ。クミ持ってたの。行ってみようっと。行ってみよう。やってみよう。やってみよう。懐かしい。懐かしすぎる。ここから先登れねえ感じ、もしかして。落ちちゃった。ニュース、階層あるぞ、ここにいっぱい。
どこに2個3個4個4個手に入った5個6 7手に入った。おお多い、濡れてる。あざみちょっと待って、どんだけ俺こっちを探してると思ってんの。えどこ探した？もしかして君を節穴一族の末裔か。マジか。8 9 10個10個手に入ったよ。どこら辺探したの？これはい、わかめ16個手に入ったぞ、この島だけで。どこだ？あ、うわあ、おお。取り出すか。そうだろう、おい。取り出す。なくなった。トウ。お、逃げないよ、トリちゃん。これ奇跡、奇跡見て。イエーイ、みんな見てる。イエーイ。ダメだよ。絶対。ちょっと待て待て。やばい。やばい。ちょっとね。もうバッターそれ。ああ。いや、うんだ。いや、うんだ。うんだから。うんだ。何度も言うように、鳥の卵満足しなかったら俺が卵を産むから。おぉ産めるんだ。うぇーって。イエーイ。みんなが話しかけてきたから俺が何しようとしてたか忘れたじゃねえかよ。なんだっけ。うちらのせい。上だ、俺上に登りてんだ。